こんにちは、FX 光之助です今日はこれから「幸之助 TV」を開始いたします。まず最初に幸之助 TV の簡単な説明をいたします。幸之助 TV は毎日月曜日から金曜日まで21時30分より リリアアルルタタイイムム相場の中でリアルタイムセミナーを行っております会員様はチャットで私に質問をしたりまあ今日あった出来事を簡単にキャッチボールでお話をしたりまああの孤独でなく会員様同士楽しく皆さんと私で、まあ、リアルタイム相場からまあ相場を サカダ方法、移動平均線、ローソク足を使って学んでいくというまあリアルタイムセミナーです。まあこれからのリアルね相場で勝つか負けるかわからないですけどもトレードに入ります。よろしくお願いします。まあ今日はね一応今レート見てて今何しようかなと思って。 まああのスピード画面ねスピード注文の画面と、まあ、チャートを今見ておきますけどユーロ円を今見てまして、まあ、ユーロ円をね若干ここでね、まあ、あの9枚ぐらい買ってみますでまあんで買ったかというとねこれを見てもまああの75日線ブレイクしてそこからあの、まあ、陰線でね まあちょうど10ピップス15ピップスぐらい下がったところででまああの安値からね毛抜き底のこの安値から見てもまあこうまあ線引くとねちょうどまあ押し目買いの場面なのかなっていうようなねで一応まああのもう少しね下押しが来たとしてもいいように12枚打とうと思ったところをね一応。 まあ9枚から調整してで下がったらあの2枚ずつか3枚ずつつけ足してっていう形で今あのポジションを作ってみましたね。でまあここからあの最低でもねあの5ピップス取れればあのいいんじゃないかなっていう目標を立ててまあここからあのまあこのねまあ今ちょっとまあ小さいんですけどこの要線が。 まあ25日戦までタッチしてで酔いの身を形成して75日戦超えればななんて思ってはいますけどもねまああの私がここセミナーでねあの勝つか負けるか分からないですけどもリアルタイムであのポジションを作ってまあリアルタイムの中でね勝ち負けを皆さんに教え見せてでチャットでのね質問とまああの 私が,お答えしながらまあしていくのがねリアルタイム「晃之助 TV」なんですけどもね <laughs> まああの今もねあの本当に、まあ膠着してしまってね、まあ、あの上行くのか下行くのかっていうところで、まあ、ポジションがね今膠着しているようなところで、まあ、こんな時なんかもねあの私もノートパソコン小さいの用意してあってねチャット専用で。 まああの皆さんのねチャットでご質問とかねあの見ながらお答えするっていうまあ相場は、ね、あの孤独の中での戦いでもありますんでまああの皆さんとねワイワイガヤガヤ楽しくねリアルタイムでまあああじゃねえこうじゃねえっていうねまあそんな形でザック・バランにねお話を楽しみながらあの。 できる限り私もねあの勝つトレードをたくさん見せながらなんで勝ったのかねんで負けたのかを、まあ、丁寧に説明していきたいななんていうふうに思って今頑張ってトレードしていますね。まあ,あのこの辺でね幽霊も下ひげがあって、まあ、この辺りも、まあ、ちょうど今この辺りでね、まあ、線引っ張ってもちょうどこう揉むようなところで。 まああのここからのね切り返しでちょっと買い出ししながらねまあちょっとねこの辺買ってもいいんじゃないかななんて言って2枚ほど今買い足しましたけどもまあ私あのスキャルピングでもねできる限りこう分散スキャルというかねまあ最初にちょっとね枚数少なめに持ってってで若干不利な方向にね傾いていったところからあの 23枚ずつ足してで最終的にねあの5ピープスぐらい追い込むっていうようなまあ私が勝手に言ってるだけであるんですけどね分散式コーノスケリュースキャルピングみたいなねまあこの辺でもねちょっと2枚ぐらい足してで今ちょうどねあのまあ最初に持つポジションというのは大体12枚で設定してあるんですけども今ここでようやく。 最初のポジションと同じ枚数にね到達してでここからまあまあ,あのドル円なんかもね見てももうあの、まあ、171820近辺がまあ安値と踏んでまあ本当に今ちょうどねまあその近辺にこう来てるってところで。 まあここからあのまあドル円の方もね徐々に上がっていく雰囲気漂ってんのかななんていう見方ですかね。最近私もね勝ってるで調子いいんでちょっとここら辺でまた押し入れておきますけど今2枚入れたんですけどもね。 まあ私も2月10日からあの10連勝で200万円ね入金した口座がまああの今240万円ほどまあ10日であの20%増にね成功している感じでまあ10日でまあ10連勝中でね今日11連勝目をね今あの戦ってはおるんですけどもまああのいいスタートを切らしてもらってね皆さんと楽しくあのセミナーしていますかね。 で今ね「幸之助リアル」はねもうあのまああの無料の無料体験期間というかね無料試し期間中で無料でねどしどしあのセミナーに参加できますんでこの機会をねあの皆さんも大いに使ってどしどしね私のあの、まあ、勝つところと負けるところをねリアルタイムセミナーで見て頂ければと、まあ、私もやっぱりね毎日のことなんで 皆さんとお話しでもしながらね楽しくセミナーをねしながら、まあ、少しでもね皆さんの模範になるような、ね、トレード、まあ、セミナーをね行えればなんて思って毎日精進しながらね頑張ってはいるんですけどもねこのポジションもね、まああのまあ、この75日超え、まあ、25日先超えてね75日超えしてまあ,あの普通に5ピップぐらいはねサクッと取れれば。 いいなあなんて思ってね今持ってるんですけども、まあ、なんせ今のねここのところの相場はねこっちのね、まあ本当にフリーズパソコンしてんのかなあかぐらいのね展開がずっと続いてしまってねまああの今日もねこれ3本目の収録になるんですけどもまああの1本目はね10分ぐらいで完結して2本目はちょっとね1時間20分ぐらいかかってしまってね ここここの3本目はかここから、ね、どううなるかっていうといろですよ、ね、まあ,あの悪くてもね15時15時っていうかあの17時5時で「前には終わってほしいですよ」あんまり長くてもね皆さんも見るのもね疲れてしまいますんでねまあセミナー自体はね21時30分からまあ終わりに関してはね、まあ、2時間。 長い時は2時は間半、まあ、早ければね1時間ぐらいで終わりにもありますけども、まあ、最低でもなんとかね2トレードぐらいはね頑張りたいなっていう目標と、まあ、あのコンセプトでいきたいんですけどもねなんせあの相場はねカチコチだったり激しく動いたりでね激しく動いてれば何度もトレードできるんですけどもねなんせかたまカチコチ相場になってしまうとね2時間でも1トレードやっとこう5ピップストレーだとかね まあ本当にねこうやってあのリアルでやってるんでねリアルの相場リアルのね質問、まあ、リアルでの私のねあのアドリブなしっていうかねまあアドリブだけでまあ台本なしですよねお答えしていくんで、まあ、あの真実のねリアルタイム相場を皆さんと楽しくまあ勉強になるのかわからないですけど勉強しながら。 まあ私は移動平均線と逆田五歩ロウソク、これを基準にまあの皆さんにね見せていくっていう説明していくっていうまあそんなところでね毎日頑張っていいきたいですかね。ああここでね陽線が出てきてくれればねワンツースリーとね坂田でいうまあ赤三平黒三平の原理でね5ピップスぐらい取れればなあなんていうふうに。 思っているんですけどもねまあこの次のね陽線なのか陰線なのかはねすごい大事なポイントになるんですけどねここからこれが陽線でねヒュイット立ってくれればまああの75日線ブレイクでねまあ5ピップスは取れるんじゃないかなっていうまあ短期トレードをスキャルピングで考えていけばね5ピップスぐらい取れればあの ワントレード成功という形でねあの私のありきで自分で納得というかねまあやっぱり一ポジションせっかく作ってるんでねやっぱりスプレッドのことも考えるんでやっぱ5ピップスは取りたいですよね希望希望的はねでようやくまあここで毛抜き底になりっぽくありこのね要線が駒からねこれがやっぱりちゃんとした要線に育ってくれるかが 今ねあのリアルタイムでの勉強でねこれが要線に立って75日超えれば5ピップス取れるんでまあワンツースリーの原則でね5ピップス取りたいですよねまあドル円なんかも今ね上がってきていますんでいいですかねまあこれで25日戦75日戦をねピュッと抜けてくれればね 5ピップスになるんですけどもまあここをねどう抵抗体でねぐじゅぐじゅするのかで抜けてほしいですよねサクッとねスコーンとねまあ先ほどはね70近辺までね140の70近辺ぐらいまで上がっていますんでまあ,あの65とかね65円っていうのはまあそんなに。 難しくないようなところではあると思うんですけどもね短期的に考えれば <laughs> まあここでねようやく6ピップ取れて、まあ、5.8ピップなんですけども今ちょうどね12で75日戦にタッチ一応6ピップぐらいのところで押してね一応5.8ピップ獲得できましたんでまああの12でねユーロ円を買いで5ピップ取りました5.8ピップね さら、ちょっと復習画面にね、あの、変えますんで、復習しましょうかね。じゃあ、あの、薬状履歴を出しますんで。まあ、あの、今ね、とりあえず、16時35分に、まあ、4時35分にね、1個目のポジションを作りまして、ユーロ円の買い。で、そこから今、47分に、 まあ、16時47分に、まあ、あの、決済で、で、まあ、あの、ピップスではね、木で自分でね、確認、目で確認したときに5.8ピップ取れて、まあ、金額的にも、あの、今ね、ちょっと計算機叩いてみますけども、1600の1400円、それプラス1220円、プラス、 4320円はまああの8600円ほどね5.8ピップ一応獲得しましてここでまああのワントレードはね一応これで成功いたしましたで今チャート見てもね75日戦超えでまああのこれでね一応あの復習会はこういう形であの時間的には約12分13分ぐらいで ピップをリアルで皆さんの前でねお買い入れリグイ成功いたしましたじゃこれでね一応あの画面はバッテン切りますんでまあ一応ね「あの幸之助リアル TV t」っていうかね「幸之助 TV」っていうのはこういう形でリアルタイムの中でリアルタイムのね相場の中で台本もなくね皆さんと楽しくあのリアルに まあ皆さんのねあの質問ももう本当リアルに答えながら、まあ、毎日月曜日ね21時30分より、まあ、あのリアルタイム相場をね皆さんの前で一生懸命頑張って戦っていますまあ基本はねあの坂田五方ロウソク移動平均線を、まあ、軸にしながらね、まあ、私の土の私のね基礎まああの 戦いをねリアルに勝ち負けすべて負けもねたくさん見せちゃうこともあると思うんですけどねまあ,あのそんな時はねどうして負けたのかみたいなねことを毎日あのリアルでやっていっていますんで、まあ、今本当にね無料の無料視聴期間があるんで皆さんもねこの機会に無料でねどしどし見てくれれば私も嬉しいですかね。まあ、今日はこんな形でね「幸之助 TV」の簡単なご説明とね ワントレードユーロ円を五点八ピップ獲得。まあ、こんな形で終わりにしますけども。まあ、質問等なければね、これで終わりにしますけど、大丈夫ですか。まあ、あの、このスキー T. V.、こんな形で頑張っていますので、よろしくお願いします。